演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートの冷やして食べるフレンチクルーラーを食べてみたいと思います。フレンチクルーラーはお味のドーナツですが、それを冷やすってどういう感じなんでしょうか。さて、まずまあ見た目はこんな感じで、普通にチョコレートがかかってるフレンチクルーラーです。おっと、ちょっと弾力はありますね、この生地。ちょっと、はい、中はクリームたっぷりです。ではいただきます。フレンチクルーラーとして考えると生地に弾力があって、少し他のとは独特違う感じはあったのですが、わざわざ冷やすっていう意味はどこにあるのか、その点がわからないですね。クリームがたっぷり入ってるのでクリームが溶けないようにということなのかもしれませんが、あそこまでクリームいるかなというのも正直な部分があります。生クリームがちょっとアンバランスな気がしたので、こちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。